ひまえりつ役の渋谷さらです。久野静香役の佐賀のんです。久野静香役の田辺渚です。今井律役の早木優斗です。お願いいたします。よろしくお願いします。今回の作品がインタビューっていうのが結構重要になってるので、それと関連付けて、まあ、話すっていうのを一個残せば、なんか次何か別の作品出られるときにこういうことをやってますとかっていうのを見せれるものになるかなと思います。まずそうですね、出演のオファーが来た時のお気持ちってどんな気持ちでしたか？七尾さんが作品書きたいっていうのはずっと知ってて、それが本当に実現になるって聞いたから、あ、まずは先輩だから自分も携わりたいと思って参加することにしました。七尾さんと初めまして。そうですよね今回初めましてなのでなんかオファーいただいた時に嬉しいなって思って、私結構新作をゼロから作るっていうのがすごい好きなのでいいなって思って。あの直談判したじゃないですか、私です、ね、だから七尾が新作書くよっての風の噂で聞いて、うんうん、私ちょうどその間スケジュール空いたぞって言って、うん、私でよければってね言ったんだよね、うん、本当に、そうなんだ。直接 DM いただいて、そう、すごい出たいって言ってくれたから、あ、じゃあお願いしますっていうのがあったので、いや本当にくれた時にはすごく嬉しかった。ありがとうございます。早木さん、はい、そうですね、私もオファーのメールいただいた時に、まあ結構私もどっちかというとのんちゃんと一緒で新作が好きなタイプであるので、あと結構そのオファーのメールの内容がすごく熱かったんですよね。こうなんか若者の力でこうなんか作品をこう作り上げていくので、なんかぜひお力添えをみたい な、 そんな言わなくてもいいのにと思いながらやってたんですけど、まあ、そのお話の内容だったりとか、その自分がこうオファーしていただいた今井律って役も意外とやってそうでやったことない役柄だなっていう感じだったので、まあ、自分も挑戦したかったですし、そのやっぱりこう熱い気持ちが文面でめちゃくちゃ伝わったから、あ、なんかこれは出たいなと思って受けさせていただきました。ありがとうございます、はい、素敵なカンパニーに来ていただいたのは本当に感謝しかない。ありがとうございます。そしたらすごいシンプルなんですけど、舞台を始めたきっかけを聞きたいなと思っておりまして試験舞台でもなんか聞けないじゃないですか、意外に。まあ確かに。そうですよね。私はもともと小さい時から人前で歌って踊ることが好き で、小学校3年生の時におばあちゃんに、ただミュージカルやってみればっていうので、小学校3年生の時に初舞台を踏んで、専門学校は歌とダンスを学べるところに行って、そこで2年間がっつりやって、両親にもうめっちゃ背中押してもらって、北海道から出てきて今ここにいます。こんな感じです。この後つく前から、記憶がない時から母から習い事としてミュージカルの教室に入ってて、それがミュージカル座さんの劇団員さんの方に教わってたんですよ。でそこからその初めてミュージカル座さん出た時が、劇団員さんが出演される作品の娘を探してて、出ないかって言われて、分かったって言ってでそれが私の最初の多分舞台だったんですけど、誰かの人格になるっていうのが結構好き、もらった役を作っていくっていうのが結構昔からやってたから、今もやらないのがわからないみたいな。羨ましいですね。うん、あ、渚さんどうですか？はい、私は小学生の時にストリート系のダンスをずっとやってて、中学校中2ぐらいまではダンスの道で進もうと思ってたんですけど、なんかそのレッスンの中で選抜クラスみたいなのがあって、
そこでなんか必修になっちゃってボイトレが。そこでボイトレやった時にもともと歌うことは好きだったけどなんかすごい楽しくて、いや私ダンスより歌の方がもしかしたら好きかもしれないなって思って、で高校の時にちゃんとレッスン通い始めたりとかして、卒業して専門学校でも歌を勉強してたんですけど、その在学中になんかせっかくダンスもやってたからダンスとか歌を同時に活かせる何かはないのかなって思って、いろいろオーディションとか探してたらちょうど姫入りのオーディションを見つけた。でそれが10年前2014年の姫入りのオーディションで、受けるのはタダだし受けてみて、まあそこから考えようかなみたいな感じで受けたら、受かって合格して出ることになって、まあそれが初舞台だったんですけど、初舞台を経て舞台を続けていきたいなってその時に思ったのが、あ、私はねそれこそまあ宝塚にまず入るきっかけの話になってきちゃうんですけど、もともと歌とかディズニーがすごい好きなので、まあ、ディズニー作品だったりとか、まあ、普通にアニメーションとかも大好きで、まあ、よく見ていて、まあ、でも一番好きだったのは歌だったんですよ。で歌が好きだったので、まあ、中学生ぐらいに音楽大学とか入ってなんか音楽の道に進みたいかなってこうぼんやり思ってたぐらいに初めて宝塚を見たんですよ。でそれがちょうどあの、まあ、ベルサイユのバラを見て衝撃を受けるわけですよ、こんな世界があるんだっていう、ね、女性がやっぱり男役をやっていて衣装も豪華でセットも豪華でっていう、なんだこのもう華やかで見る人がみんな笑顔になる、幸せな気持ちになる世界はこれは何なんだってすごい衝撃を受けて、まあ、やっぱそこから宝塚に入って、私もそれを与えられる側の人間になりたいなっていうふうに思って、まあ、そこから踊りとかも本格的にバレエとかを始めて、まあ、中学卒業時で宝塚を、まあ、受験したら、まあ、ありがたいことに合格をいただいて、もうだからなんて言うんでしょう、まあ、志したきっかけはやっぱりまあ宝塚に入りたいっていう気持ちを持ってあの劇団にまあ入団をして、でまあ、約12年間在団をしていたんですけれども、まあ、1回コロナ禍で公演ができなくなってしまった時期がやっぱあったんですよね。やっぱそこでやっぱいろいろ考えたんですよね。これから先の人生というものを考えた時に、人生ってこう目標がなくなったら終わりじゃないですか、まあそうですね、って思うから、うん、自分がやりたいことをやらせてもらえてたんですよね。でちょっとその現状に満足してるんじゃないかなみたいなってなった時に、まあ卒業をしてからどうするかとかっていうのもぼやーっとこう考えるようになって、でまあ私がやりたいなって思ったことがなんか声優さんだったんですよ。でよしじゃあ声のお芝居の勉強したいって思って、でもそのまま対談をしてからもう声優の養成所入って声のお芝居の勉強もして、でまあ並行してこうなんて言うんでしょう、 M 座さんのご縁があって舞台とかも出させていただいたりとかして今に至るって感じです。なんか結構戻ってきた感じですね、そのディズニーとかが好きっていうところから。あ、そうですね、今だからこうなんか回ってますね。回り方がすごいですよね。茨の道しか歩んでないですよね。なんかあれですね、今こう聞いてると全員すごい能動的ですよね、やってることが。結構自分の意思で変えてるじゃないですか、やりたいことを。軸がすごいしっかりしてるなって。本当お休みの日は何してますか？東京とかこっち関東に引っ越してきてから2年も経ってないので、こっち来て行きたいところがたくさんあるから、最近は展示会とか美術館も北海道に比べてたくさんあるから、お友達と一緒に行って見に行ったりしてることが多い。おしゃれおしゃれおしゃれ、いいな、そういう時間大事ですよね。いや本当大事。どうですか？お休みですか？いつも声が震えて。お休みをしあるんですかね？ないのかもしれない。いやなんかその予定がなくても怖がりなので、次の日とかそのなんかやらないといけないこと、あ次のレッスンこれだわみたいな、これやっとかないといけない私みたいなのを永遠と考えてて、いつ休んでるんだろう。でも体は休んでると思うんですけど、でもなんか あんまりどこかに行くっていうのがなくて、家で瞑想しながら何かを考えてます。布団に入ってから今日ってみたいな、あ考えちゃうとか、反省会が始まってよっ、あみたいな、なんか朝も4時ぐらいに起きちゃって、あ今日って
ってみたいな、やめてないじゃん。そうなんですね。よくやります。瞑想って言ってたんですけど、ちょっと瞑想ってどっちの瞑想ですか。迷う、迷う方じゃないの。迷う方じゃないの。どっちかなって思ったら迷ってんのかな。自分を落ち着かせるためにモヤモヤだったりとか、ちょっと悲しかったこととかをとりあえず一旦、なんでこうなったんだろう、じゃあ明日からどうすればいいだろうみたいなのを考えて整理して布団に入るみたいな。で布団でも同じ夢も見ちゃうしみたいな。なんか、あ、そう、夢って、あ、まあ、なんか私が回したみたいになっちゃった。夢見ますか。夢見る。夢ほとんど覚えてるんですよ。誰が何を言ったかとか、誰が登場したかとか、うんうん、でたまに会って、その夢に出てきた人と会って、なんとかだったよねとか言ったら、そんなことを言ってないみたいな、ああ夢だった、夢の方だわみたいなことありませんか。いや、それは明晰夢なんじゃないですか。夢日記、デジャブ的な。そうです。あ、夢の中で夢って気づきます。はい、ですよね。あ、やっぱそっちの人なんですね。大体私殺されるんですけど、夢の中で。殺された後に私が上にいて、上から、あ、今日の夢はそうかみたいな、なんでここで殺されるんだよ私はみたいな。すごい。あの、夢の中で夢って気づくのは頭のいい証拠なんですけど。ええー、私気づきます、ね。気づきますか。じゃあでも頭は良くなる。いや、多分自分たちが、いや、思ってるより多分ロジカルなんだと思います。だからやってることがすごいロジカルじゃないですか。あの、結構意外に何も考えてないんですって言っておきながら、次の日のやることを常に考えたりとか、自分の感情をなんか受け取る、布団で入った自分の感情を受け取る器をちゃんと準備して、そこでなんか全部出し切った後になんか夢に向かうって、睡眠の質を上げるための行為だし、なんかすごい全部ロジカルだって言ってるのか。そう、なんか、え、仏教の教祖なのかな、この人。仏みたいなことやってるの。え、そうなんですね。めっちゃ面白い、それは。うわー、そうなんですね。いや、自分も殺される夢で起きることめっちゃくちゃ多くて。夢でめっちゃ殺されるじゃん。そうなんですよね。てか、死体になった自分のままでいることもあるんですよ、夢の中で。あー、体バラバラにされてみたいな。いや、でもそう、でもなんか殺される夢ってなんかいい夢なんですね。なんかね、でも夢の中で悪いことは現実ではいいって言いますよね。そうでしょうね。って言うから、夢占いめっちゃ好きです。あ、分かる、好き。俺そういう話を聞きたい。じゃあいいっすか。どうぞ。私のちょっと面白い夢があって、はい、なんかあの絶対こういう状況の時に見るっていう夢があって、うんうん、それがなんか例えばその舞台の初日の前の日とか、ちょっと疲れて追い詰められてる時とかあるじゃないですか、はい、やばい、ちょっと、ああでもああみたいな日ってあるじゃないですか。そういう日に必ずジャングルでゴリラに追いかけられる夢を見るんですよ。でジャングルでゴリラに追いかけられてて、で逃げるんですよ、必死に。こうやって、はい、やだよ、こういう風に来ないでってやってて、そこの扉に入ったら、今度はなんかそのチョコレートみたいな、なんか茶色いなんか皮があって、そこでハッってなって立ち往生してるっていう夢を見るんです、絶対。でそこで起きるんですよ、いつも。でバッて起きて、うわ、またこの夢見た私って、またこの夢見たから今多分私はすごい疲れてるんだなっていう風になる夢を絶対見るんです、今も変わらないです。え、なんかちょっと変わったりあります？いや、ないです。全く一緒なんですか？全く一緒。逆にそれはそれでストイックですよね。そう、だからめっちゃいつも夢でも追いかけられてるんですよ、ゴリラに。さすがになんかゴリラに追いかけられる夢みたいなやると、なんか追いかけられる夢っていうカテゴリーは出てくる。ゴリラはだから。しかも言ったらなんかチョコレートみたいに買わない。そう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 、そうですよ。わかんないみたいな。定期夢っていうのかわかんないですけど、状況で絶対か。でもなんか自分、それこそさっきのも一緒ですよね。あの、死、殺されたら絶対に行く場所があって。あ、あります。だから多分その過程を踏むと絶対行ける場所があってってことですよね。あ、そうなんだ。え、夢見ます？見る、めっちゃ見る。どういう夢？え、いろんなジャンル。へえ。えってなんか怖い。怖い。どういうこと？でも、あとすごい金縛りにすごいなるんです。俺もめっちゃある。なんで？
ない、金縛りあったことない。ないですか。ない。もう金縛りになるから、あ今金縛りになるって分かるから、頑張って手動かそう足動かそう でめっちゃ眠いんで、そう、ね、金縛りになるときは。でもこのままじっとしてたらもう全部が金縛りにかかっちゃうから、めっちゃ眠いけど手動かして足動かしてこうやって状態を起こしてよしってなって寝るっていうのがすごいあります。できないそれ。あのじゃあいつも聞けなんすか。いやというか目が覚めるじゃないですか、体動かないってなってちょっとだけ動くんですよ。そしたらまた寝てる自分で目が覚めるんですよ。でちょっとまたさっきより起き上がるんです。そしたらその瞬間また寝てる自分になって、でちょっとずつ起き上がるじゃないですか。で絶対あのこれが夢なのかどうなのかわかんないんですけど、ちょっとずつそれを繰り返して繰り返して繰り返してやって、その部屋の扉の方とかまで歩いていけるんですよ。そこまで何回も繰り返して、で扉を開けたらまた寝てる瞬間で目覚めてっていうのを無限に繰り返すのがよくあって、でしかもその時間が5分とかなんです、現実時間でも。ただあの一回あったのが学校のテスト、朝の小テストみたいな時間なのがあって、あの先生が入ってくる、そしたら目が覚めたら世界が青いんです。で反転してるんですよ。そしたらまた先生が入ってくる、そしたら目覚めて現実世界で、今度は先生がそのプリントを配り始める。で1列目2列目っていうのが現実世界青い世界現実世界青い世界で繰り返されるっていう夢みたいなの見ちゃって、でも体を起こしたけど起きてないんです自分は。目だけは開いてる。でプリントが回ってきて、小テストだから2、30分ぐらいの普通にあの小テストをみんな受けて終わってしまって、自分解けなくて回収されて先生持ってったでパッて目開けたら、その小テストの全然前、朝礼前の時間に戻ってるみたいな。で先生が入ってくるタイミングも配られるプリント内容も一緒なんですよ。の時があるからすっげえ気持ち悪いっていうのが、未来から来た人だからすごい怖くて、なんかそれは定期的にあったわけじゃないんですけど、すごい今でもだから金縛りになるとなんか目覚めて体を起こしたらまた寝てる状態が始まって、無限に繰り返して金縛りによって。へえ、どういう金縛り。寝ててパッ起きてくるって思うんですよ。へえ、でパッくる、来た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 ってなってなんか全然動かないので、なんだろう、私の場合寝ててなんかどんどんこうグワーって誰かから押されるんですよ。分かる分かる、押されるの、押されるね、わかんない、黒いのが、そう黒いのが怖いの、押されたりで、なんかそうダバ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 、ね、それ誰かいるのだよ、違う話だよそれ、心配だけだよそれ。でも私起き上がれないんですよ。今まで起き上がれたことなくて、でなんかもうそのダバダバがダバ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 って全部がダバダバってなったらどうにでもなれみたいな感じになって、そのまま多分寝てるんです。とにかく自分の心拍数がどんどん上がってる音だけ聞こえて、なんか触られてる感覚ブワーってして、はぁ、あ、もう好きにしてみたいな感じで寝る。すごい、全然違う、全くないですか。金縛りはあの小村帰りは良くなりますけど、あーみたいな言われますけど、金縛りはあんまないな。逆に寝てて小村帰りになるんですか。今日なりましたよ。そうなんですか。明け方にカッタドーってなって、痛いよ痛いよ痛いよ、落ち着け私のふくらはぎと思いながらっていうことはあります。え、トレーニングしすぎとかですか。あ、なんか栄養素が足りないんだよね、小村帰り。何でしたっけ、水カリウムじゃないですか、ビタミン K みたいな、なんか何かが足りないんですよ。へぇ、やべそば痛いよね、痛い、全然違う綺麗にここのこと綺麗にここのこと全く話と、もう脚本と関係ない話になってますあ、でもいいですね、この緩い感じが欲しかったですので緩かった、もうちょっと緩かったよし、じゃあそろそろいきなり終わるよ、金縛りの小村帰り大丈夫か、それで大丈夫かお稽古中どうですかみたいな話ないんそうそうね、今なんか1ヶ月経ってどういう感じですか。なんか自分に聞きたいことでもいいですし、なんか雰囲気としてこういう感じだなってのもそうですし、またね、みんなの真面目すぎ、真面目すぎ、オンになっちゃうね、みんなで話そう、じゃあみんなで話そう、俺はいらないので、で
も楽しいよね。楽しく初めましての方が多かったんですよ今回。ケンケンさん以外は本当に共演されしたことなくって、あ、ななのさんはあれですけど、ただやっぱ演者さんの方でいらっしゃらなかったので、こう歌稽古の時に、おとといの時なんかよろしくお願いしますみたいになるじゃないですか。やっぱあの時の独特の緊張感みたいな。ありますよね。あるじゃないですか。なんか、で、なんかどんな人なんだろうなみたいなのとか、やっぱこうみんな、こっちも探るし、多分あっちも探るから、なんかどっちもなんか、よろしくお願いしますみたいな、なんかあの独特な感じが、でも結構すぐ溶けたなっていう印象はあります。すね、なんか比較的ね、なぎさちゃんは映画の都でね、はい、共演してるけど、なんかあんまでも関わりはね、出なかった。でしたもんね、そうそうから、でもやっぱね、独特な空気だよね。一番最初って、何なんですかね、あれっていつも。何なんですかね。何だろう、あれ。みんな緊張してるのはもう、ひしひしと伝わりましたし、なんか、こっち側ができることもあんまないんですよね、それに対して。まあだから、まあ慣れなんでしょうけど。サラちゃんとかなんか、だって私普通に、あ、ダブルの方ですよね、みたいな感じで、ふぇーって言ったら、もうなんかガチガチみたいな。渋谷サラですみたいな。やだやだ、違う違う。大丈夫そんななってました？なってたよ。結構ガチガチ。もうなんかすごい立ち上がり方がもうなんかシャッ。え、ちょっと緊張してましたね。ねえ、だよね。初めましてだったので。そう、だからなんか、あ、そうだよごめんみたいな、あーって思ったけど、比較的ね、すぐもう今は全然もう寝たらーって思ってたって。赤白って違う感じあります？ダブルで逆にどう見えてるんだろう。でもダブルだなって思います。なんかすごい似てるというか、つながってるちゃんと部分があって、でもそこにちゃんとご自身たちのキャラクターとか、あ、なんかキャスティング間違いなかったなっていうのはすごい思いますね。なんか自分の中に持ってた映像の部分をちゃんともありますし、それを超えてくれる発想力を持ってきてくれているのですごくありがたい。もうまだあと1ヶ月ちゃんと積み稽古もできてないので、これからまだよりだと思うんですけど、結構それこそ最初からちゃんと参加してくれている方々だからこそ、なんかより静かだったり律の部分が、シーンが増すたびに色濃くなって、いいキャラクターだなっていうふうに。でもなんかあの赤と白で主役の3人トリオは全然違うなって私は思います。もうあのそれこそ若松さんとあのグッピーさん、若松そもそももうキャラが違うから、やっぱそこのお二人の場面とか見てると、あ、そっか、やっぱ全然違う星野だなって思うから、なんかそこをこうこれからの稽古とかで、なんかもっとお互いのなんか赤ワインだったら赤ワインで、白ワインだったら白ワインでっていう、なんかそのダブルの良さみたいなのも出していきたいですよね。そうですよね。ね。熱かける気分に。ね。今回結構その光って役が男女のダブルだったっていうか、結構違いが、まあもちろんそのグッピーさんと若松さんその年齢的なものも全然違いますし、てかあのその組み合わせとして、先輩星野が後輩で来るんですけど年が上、その先輩の和樹とか春人より年が上っていう班と、いわゆるシンプルな後輩で入ってきたのが年下っていうこう組み合わせになって、そういうことなんだ。自分的には結構もともと書いた時には入ってきた方が年上なんだけど、先輩がみんな年下のイメージの方が結構その星野のなんか環境というか、その気持ちの心情的なものでもなんか自分の無価値観をだいぶ描きやすいなと思ったんですけど、でも若松さんの日に日にその演技の仕方とかを見てると、あ、こっちの星野もめっちゃいいなみたいな、なんか思ってた星野の部分がすごいもうガンガン増えてきますし、なんかさすがだなっていうのはやっぱり増えてきてるので、今後どうつながっていくのかっていうのが、まあ、楽しみなところがあるんですけど、やっぱ真面目になっちゃうもんね。真面目になっちゃいます、ね、楽な質問してもいいですか。はい、はい、皆さんお酒飲みますか？飲む。何好きですか？日本酒。日本酒。最近ワイン。ワイン、赤とか白とかあります？あ、ご飯に合わせて。へー、おしゃれ。なんか今日は赤ワインザバスみたいな。赤ワインなんかお肉だったから赤、じゃあ赤にしようかな。へー、おしゃれ。年末からそのなんかあるじゃないですか、会食みたいなのとかで結構ワインを飲むことが多くなって、あれいけるんじゃないみたいな、ずっとなんかほろ酔いみたいなのを毎日飲んでたんですけど、なんかむくむんですよ次の日。で、なんかそのワインを飲んで、
あ、美味しい。2杯目飲んで、あ、美味しい。3杯目飲んで、あ、美味しいってなって、次の日、むくもないみたいな。あ、私ワインかもって思って、そっからワインしてます。あ、そうなんですね。結構いろいろ試しました、ワイン。安いやつです。アルパカとか。ああ、アルパカ。なんか美味しいですよね。いや、わかります。めっちゃ好きです。美味しいです。何飲まれますか？ハイボールが好きです。ハイボール。はい。あ、そうなんですね。いつも結構ハイボールって。一杯目はビールで、二杯目以降はハイボール。たまにレモンサワー。へえ。え、飲みには行かれます？その外で飲むことが多いですか、ね？外で飲む。一人でも飲みに行くし全然。家で飲む時もレモンサワーとか。レモンサワーとか、レモンサワーがなんか親が飲むから常に家にあってそれもらうとか、自分用にハイボール買っとくとかもあるし。すごい、ここまでみんな飲む飲む飲む言ってるじゃないですか。こう見えたし飲めなくて、飲めないの、本当に飲めなくて。でもあの本当にちょっと飲めるのはビールなんですよ。でもコップのなんかちっちゃいコップのもうこのぐらいでいいんです。もう半分ぐらい飲んで、まあちょっとあの炭酸とビールの味がちょっと分かるぐらいのやつでもういいんですよ。いやでもビールって一口目のそこが美味しい。そうだから、そこだけで OK で、まあ、あとは基本的にあのコーラを飲んで生きてるので、だからなんかそう皆さんでこうご飯いたりとか、はい、なんかそういう飲みの場ってなった時に、まあ一杯目しれっとじゃあコーラでーって言って、まあでもあの基本的にシラフでもそのまあ酔ってるぐらいのテンション感で生きているので合わせられるんですよ。酔っ払ってらっしゃる方のテンションに全然ついていけるので、ノンアルでもっていう生き方をしています。逆にすごいですね、コーラばっか飲むんですよ。コーラたまにジンジャーエール、なんかコーラってなんかそうジンクスじゃないですけど、歯溶けるよ骨溶けるよとか言われるじゃないですか。でなんか長生きないだろうって思いながら3杯も飲まないんですけど、まあ、2杯目ぐらいになって、次ジンジャーエールにしとこうかなみたいな。濁すんですね、一応。ちょっとじゃあジンジャーエールでみたいな感じでやってますね。あんま飲めなくて。そうなんですよ。じゃあ最後にちょっと重めな質問を。最後に重いの来るのか。重めなんだ。今後の目標。オーディションじゃん。パッと言って終わりましょうか。パッと言う。パッと言う。急にした。今後の目標。でもほら、早瀬さんがさね。いや、そうっすね。目標が。目標はありますから。そうですよね。カメラ向いて。目標はありますけれども。どうしますか、早瀬さんが行きますか。私が行きますか。まあそうですね。まあ私は、まあ今、声のお芝居とかも、まあ、まだまだ全然勉強の途中ですけど、まあそういう方面も全然チャレンジしていきたいなって思いますし、でも、やっぱりこう、そういう声優のお勉強しながら舞台とか立たせてもらうと、やっぱり自分はもともとがその舞台畑から来てるので、やっぱりミュージカルってすっごい楽しいと思うんですよ。だから、こう、どっちにも行きたくて。ミュージカルも舞台もやりたいし、でも声のお仕事もやりたいしっていう、今欲張りな目標を立てているので、まあその目標を達成するために日々を生きていきたいと思います。頑張ります。そんな大きい目標ではないけど、誰かの企画でライブやるとか、誰かと一緒に企画してライブっていうのはやったことあるけど、まるっきり一人でゼロから企画するライブっていうのはやったことがないから、それを近々やりたい。うーん、自主企画でやりたいなって思ってます。今その舞台以外にもなんかその人に教える仕事だったりとか、あの舞台スタッフの方の仕事っていうか、まあ勉強だったりとか映像とか、まあそういうのをバーッといろいろやってて、信頼できる人と過ごしたいなって思います。どんな道に進んだとしても、自分がこの人と仕事をしたいって出会えた人と仕事をしたいし、この人と一緒に過ごしたいって思えた人がいたらその人といたいしみたいなぐらいです。いや、だいぶ大きな。これをやりたいとか、これに立ちたいっていう、そういう具体的なものがないんですけど、うん、今目標は、まあ、こっちの舞台に立ってから、まず親が、まあ、もちろん北海道にいるから見に来てもらえたことがないから、自分がいろいろ現実的に金銭面とかでも余裕が出てきて、それで飛行機代とか全部自分が出して親に自分の舞台を見てもらうことっていうのと、あ、そう、お父さんもお母さんももちろん頑張れって、あの協力的だ
けど、まあ、いざ北海道からこっちに来るっていうのがいろいろ、もちろん飛行機も乗らなきゃダメだし、いろいろあるからっていうので、まだ見れた、見に来てこれたことがないから、まあ、それを自分が来てよって、わーっていろいろ、いろんな面で見に来させるように、できるようにすることと、自分は今やりたいことがミュージカル、舞台っていうだけで、やってるから、じゃあいつ辞めるのってなった時に、自分がああもう満足いったっていうところまで頑張るっていうのは決めてるから、でも今辞めちゃうと、そのミュージカルやりたいって頑張ってきた過去の自分に無駄って言い方は悪いけど、だからもし辞めるってなった時に、自分が今まで頑張ってきたことが無駄じゃなかったんだよ、ちゃんと意味があったものなんだよって言い聞かせるまでのポテンシャルとか気持ちに持っていけるように頑張るってことが目標です。いい話、緊張した。今日やってみて分かったのは、皆さんすごく真面目で、しっかりしてらっしゃると。でも舞台上に立ってる時の皆さんは多分もうすごくこちらから見てて楽しいのを見てて伝わるので、稽古場にいる時もだから、もうなんかその真面目さがあって、もうちゃんとそのやりたいことをできてると思うので、いろいろ大変だと思いますが、何卒よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。長丁場お疲れ様でございました。これで終了になります。ありがとうございます。